残念ながら今のところまだこの町にヒーローはいない。この人間離れした力はまさか。ええ、アンセムです。これも俺じゃない。今は添付するタイプが主流でして、ここからはうちの管轄です。フェイズ3確認。了解。対象を確保しろ。ディスバレッタ都市国家法、警察局職務執行法第12条に基づき武器を使用する。そんな銃で。我々の仕事はあくまで取り締まりですから。エンジョイ。アイシステム起動。やりますか。薬の時間だ。一つ貸しだからな、ラーグ。君は。セブンを特殊班捜査係のラグ・ビリンガム。階級は巡査部長です。これが俺。もう一度言う。これはヒーローのいないこの街で、この俺がヒーローになるまでの話。いいな。この物語はこの女の子みたいな顔した奴が言っているような類のものでは断じてない。なんで38口径にこだわるかね。刑事だから。そう、俺はあくまで刑事の話。職務のためなら命も懸ける。デカたちの物語なのだ。残念。俺の名前はキリル・ブルービー。今はまだ制服警官だけど。それでは昨夜の事件ですが、この事件による死傷者は奇跡的にゼロだったということで、いつかこいつのように自分の名前をリスバレッタ中に轟かせてみせる。分かるやつには分かるだろう。この札束がやがて俺の命を救うことになる。お前はバカなのか。なんでないって言い切れんすか。じゃあ仮に警部たちに万一があったとして、お前に何ができるんだ。ああ、こいつは俺の上司であり、ここ LVPD 第6分署の所長だ。確保。それがお前の仕事、違うか。その通りです。断言してやる。お前の首を切るのは俺だ。俺の目が黒いうち、定年までのあと3年、その間にな。はい、気をつけます。やれるもんならやってみやがれ。けっ。お前また持ち場離れて始末書だって。ああ、何度目だキリル。職場放棄。毎回言ってっけど、職場放棄じゃねえから、バックアップだ。この少しカールした髪のいかにもできそうな男は、俺の先輩であり花形一家の刑事であるジェファソンだ。美人の嫁に可愛い子供もいる上、性格も良く、今期の人事異動で A 点も決まったっつ、まさに絵に描いたようなヒーロー候補だ。俺は嫌いじゃないけどな。お前のそういうところ少し足りないけど、これで今までの借金チャラにしてやる。待ってくれ。それ大丈夫だ。こんなお守りなくたってお前は死なないよ。こいつですか。候補の中じゃ俺の出した条件に見合うやつがこいつくらいしかいなくてね。背に腹は変えられん。まあそうでしょうね。そんなことよりダグ、サイラスがこの町に戻ってきたらしい。サイラス、エスペランスの。ああ、三番街のスラムで目撃情報があったって、さっきリンクがね。まだ裏取れてないし、気に留めといてってことで。ええ、
どっちにしろやつはフェーズ1ですから。だからなんで俺がそんなことやんなきゃいけねえんだよ。非番だぞ今日。非番だから頼んでんじゃないのさ。てめえの猫探しなんて署の生活安全課とかにでも頼んどけ。えあんたも警官だろ。だから非番だっつってんだろババ。夜勤明けで眠いんだよこっちは。そういう態度かい。そっちがそうならこっちもあの写真。わかったよ。うっせえな。探します。よろしい。だよこれ。だからあのクソ大家何かっつうと人の弱みにつけ込みやがって。こんなポンチ絵で見つかるわけ。いた。おいポチ。間違いねえポチだ。さあ待ち上がれ。逃げんじゃねえって俺の休日。待てこら。ああ待ってろこら。俺の休日。よーしおとなしくしろ。お前を捕まえて俺は家で寝るんだ。だよお前ガキいたのかよ。しゃあねえな。終わったら声かけろよ。おいおい何がどうなってんだ。ジェファソン。先ほど司令お寺にて発生した人質立てこもり事件に関する続報です。男はタクシーを奪って逃走した後運転手1名を人質に取り同地区にある廃工場へ逃げ込んだとのこと。男は服役中の犯罪組織エスペランサ幹部ザベルフランケンの釈放及び逃走用のヘリを要求しているとのことで現在警察が交渉に当たっております。交渉に失敗。交渉に失敗との発表がありました。犯人は警官銃撃事件により指名手配になっていたエスペランサ幹部赤腕のサイラスことサイラス・マルチネス容疑者であるということです。おいやっぱサイラスだってよ。ああ聞いたよ。サイラスはフェーズ1だ。捜査権はまだセブンオーにはない。なんこっちはデリックやられてんだぞ。身内が倒れてもアンセム使用の証拠がなければうちは手を出せんだろ。そんなんだからてめえのだよ。そんな言われくたってあれダグはさっきまでいたんですけど。マジかよ。この状況俺がずっと待ち望んでいたシチュエーションじゃねえか。説明しよう。幼い頃からヒーローに憧れ続けていたこのキールという男はこうした学校がテロリストに襲われるなど絶体絶命の状況に陥るもなぜか自分だけ都合よく敵の仕掛けにいたという状況を毎晩寝る前にずっと妄想してきたのだ。けどどうすれば。そういつも設定を練り込んでいる途中で寝てしまうのでこの先の解決方法は特にシミュレーションしていないのだ。一旦出直すか。頼む助けてくれ。ガキがいるんだ。命乞いか。だらしねえエリートじゃねえのか。マジか。おい死ぬのかよジェファソン。知り合いか。心配ない。ああいう奴に限って案外生き残るもんだ。助けたいなら俺に考えがある。はあ。ああ俺は警官だけどセブンオー。なんだ知らないのか。アンセム専門の取締機関だ。知ってるけど侵入するときに向きを誤った上なんか足がはまって抜けない。サイラスにはちょっと貸しがあってな。少し前俺の仲間が奴の内偵捜査中にはめられたんだ。内偵捜査。アンセムのフェーズ分かるか。ああもちろん。奴はまだフェーズ1。証拠をつかむまでは内偵捜査しかできなくてな。つい知ったかぶりをしてしまったキールに代わって説明しよう。アンセム案件は全てフェーズ分けされている。フェーズ1は使用を疑いでフェーズ2で使用を確定しセブンオーに捜査権が完全移譲される仕組みなのだ。なるほど。証拠がなきゃどっちにしろ手は出せねえな。まあな。ただ俺の読みでは今のサイラスはおそらくフェーズ3にある。フェーズ 3? アンセムによるオーバードライブ。オーバードライブ。アンセム使用者は稀に副作用による突然変異で人間離れした力を得ることがある。それがオーバードライブだ。奴はアンセムを使った。俺はそれを確かめに来たんだが
でも確かめるっつってもよ。アンセム使用者には独特の技が現れる。これ見えねえ。そうか、じゃあなってみるかヒーローに。お前名前は？キリル。キリルブルーベリー。階級は巡査。そうか、ブルーベリー巡査。いや、巡査部長。え、いや、俺は。俺の言う通りにすれば二階級特進の可能性もあるが、どうする？大出世じゃねえか。それは殉職、つまり死ぬということである。おい、どうなってんだ。あと5分だ。助かる。待ってくれ。見ての通り俺は警察じゃない。男？警察じゃねえってのは何だよお前。キル、よかった、生きてたか。おい、何なんだお前は。あざを見つけたらこいつを押せばいいんだな。ああ、俺は入り口側に回り待機しておく。証拠さえあればうちの管轄だ。あとはどうにでもできる。安心しろ、出られないだけで引き返すことならできる。何でもいいから30秒時間を作れ。経験上それだけあれば十分だ。けどどうやって。ヒーローになるんだろう、自分を信じろ。いいか、ブルーベリー巡査、なるべく翻弄して時間を作れ。おい、何とか言え。何なんだお前。俺が何者かって。見ての通り俺はただのタイムトラベラーだ。え？タイムトラベラーだ。ああ、振り返ってもいいか。大丈夫だ、落ち着け。キリル、ドントシンク、フィール、ソー、グッド。わっ、こいつ浮気きやがった。下げ上がって、死ね。いや、あの、うわオーバードライブ。うわ、発信機じゃねえのかよ。何事でしょうか、この煙は一体。ブルーベリー巡査、マルタイ加工。あいつ無茶苦茶だ。そう、フェイズ3は割と無茶苦茶しても許される。加工。薬の時間だ。投稿した模様です。俺は犯人じゃねえ。ダグ・ビリンガムって刑事に聞かん、分かる。いねえ。お、元気そうじゃねえか、ジェファソン。おかげでな、危うく家族を路頭に迷わせるところだった。いや、別に俺は何も。お前のおかげだ。ついにやってくれたな、キリル。いや、けどあれは我が第六文書のメンツは丸つぶれだ。勇気ある行動といえばそうだが、人質と署員一人の命を危険にさらしたことには変わりはない。残念だが、キリル、ここにもお前の居場所はない。上からの指示でな、お前の居場所はここだ。うちは組織的には警察局の機関だが、ドラビス元気、イスバレット軍部の統括下にある。新人、したがってある程度自由だ。ここが君のオフィスだ。邪魔。彼女はピンク、俺の部下だ。特にもボクサー、ロボットなんてのもいる。ちなみに俺はボスと呼ばれているから、君も揃えてくれ。あの、なんで俺が。ん、ああ、もともと空いたポストに配属予定だった人間が辞退してな。ジェファソン、知ってるだろ。もちろん君にも辞退する権利はある。だが、今回の人事は彼の強い推薦もあった。あんたが。よ、うちは基本コンビで捜査に当たってもらう決まりでね。それがダブルデッカーシステム。ダブルデッカー。彼は今後君のパートナーとなるベテランこと？ダグ・ビリンガムだ。ようこそ、セブン号特殊班捜査係へ。こいつはジェファソンからの選別だ。お守りだそうだ、ルーキー。